ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、じゃあ、ブリ肉そばの鍋でございます。ありがとうございます。今日美味しい食べ方がございますので、はい。はい、つゆの中にラー油や卵などで味をのせてくださいませ。ありがとうございます。このコンセプトを西村さん見つけてみたいな、こういうのをやっていこうみたいなのが最初あった。そうですね、やっぱり肉そばっていうあの商品が結構関東ではすごく人気な商品なんですけど、それをこうもっと関西でもたくさんのこう世界にも広めていきたいっていう思いでコンセプトにしてまして、でこの肉そばにこうさらにこう炙りっていう工程を加えたのがうちの炙り肉そばニューヨークのこう初めての試みなので、新しく炙り工程を加えたことによってこうお客様に楽しんでいただける商品、はい、仕上がりました。時々とかすごい賑わってて困るんですよ。ランチタイムはもうすごく戦場ですね。もうすごかったですね。本当にもう20席しかないので、はい、その20席をこういかにこうお忙しいサラリーマン の、うん、あの働いている方々にこう早くご提供できるのかっていうのをすごい工夫して、はい、なんかこのくらいで提供するみたいな目標もあったりするんですか。そうですね、もう基本的にはもう5分以内を目指して、はい、提供してますし、はい、あとはまあ本当に多分もう長くても10分以内にはご提供できるんですけど、もう基本的にピークタイムはもう5分以内提供で、はい、スタッフさんもすごい動きが早くてこうテキパキさせてて、あと一番印象的だったのはこうなんか元気がいいというか、よく声が出てるというか。そうですね、それもなんか意識されてるんで。そうですね、お店の名前も炙り肉そばニューヨークっていう名前なんですけど、やっぱりそのニューヨークにこう来た時のようなこう楽しみとかワクワク感とかを伝えるために、こう店内でもこう掛け声をこう OK っていう風な掛け声にして、なんかお互いにスタッフ同士もこうコミュニケーションを楽しくできるような空間にしてます。明るい、楽しいじゃないですけど、こう活気がある感じ、うん、そうですね、良かったなと思います。ありがとうございます。オープンして1ヶ月ちょっとぐらいで、40日ぐらいですかね。そうです、本当にオープン当初はお客様に、ね、来ていただけるのかってすごい不安な部分もありましたけど、もうオープンしてみたら本当にもう毎日行列で並んでいただいているので、いや本当にありがたいなと思ってますし、やっぱり自分たちがね作った商品を出してみてお客様が美味しいって言っていただけるっていうのが本当一番嬉しいなと思ってて、なんかそこのねお声いただけるのがすごい励みになって、
はい、みんなで楽しく働けてるなと思います。間違ってなかったみたいな、これは間違ってなかった、はい、肉そばを世界へっていう、はい、なんか炙るのはこう結構香ばしくて、あ、そうですね、良かったかなと思うんですけど、焦げすぎてしまうと結構こう風味も変わってしまうので、なんかそこをこう程よい炙りで一番美味しい状態で提供するために一つ一つ丁寧に焼き上げてる形で、はい、作っています。でもお肉焼く人がつきっきりでずっとやったから大変ですよね、うん、そうですね、本当に、まあ、でも一つ一つねしっかりと炙っているので、なんかお肉は本当にジューシーな、うん、油もすごく美味しいですし、お肉もこだわったものを使っているので、結構それも美味しく食べていただけるかなと思います。麺はどういうところが、お蕎麦なんですけど、はい、イメージするようなこう日本蕎麦っていうよりは蕎麦粉を使った新しい麺類なんですね、はい、なのでこう太麺で結構こうゴツゴツしたような食感で、はい、こうそれをこうつけ麺スタイルで食べていただくので、なんか本当に新しい麺類っていうのが肉そばかなと思います、はい、歯ごたえがあるというか、そうですね、そうですね、ちょっとこうもちもちしたりもしてますし、うん、あと、まあ、やっぱりお蕎麦なので冷水でしっかり締めてるので、あ、そういう冷たさもあります。いらっしゃいませ、少々お待ちくださいね。オッケー。 2名様ですね。
ナミです。174番出て行きます。 OK OK。食べ方とかちょっと困った部分があって、なんかまずはつけそばなんで、はい、そのままつけて食べていただくんですけど、はい、結構基本的にこうつゆの中にラー油をこう2周ぐらいかけていただいて食べるような形になっていて、はい、だからそうするとすごいこう味変が楽しんでいただける。そうですね、つゆに入れていただいてますね。で、あとは卵もすごい美味しくなるので、はい、美味しくなりました。はい、ありがとうございます。あの結構こだわりの、卵なので、すごいお肉にも合うような卵を使っていて、それもこうつゆの中に割り入れていただいて。あ、つゆの中だ。そうですね全部メインじゃないですか確かに結構メインに入れる方も多いんですけど、はい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 、でも結構食べ方もあのその人それぞれの、はい、好き好きなように食べていただけるので、なんかこう本当に楽しんで何回もこう楽しんでいただけるような、はい、形にでできるかなと思います。まあ、新しい指南書も作ったんですけど。わかりやすい。あの、僕らの、まあ、好みというか、なんかおすすめの食べ方とかあるんですか？ニンニクとかは結構男性とか、うん、あの、うん、がっつり食べたいなっていう人には、うん、あ、もう何杯でも入れてくださいっていうようなはい、食べ方もできますし、はい、あとちょっとこうピリッとこうさせたいなっていう時はブラックペッパーも入れたりとか、はい、あとお酢もこう意外とこうさっぱり食べたい方には、はい、少し入れていただくと美味しいですね。なるほど、はい、あとはこう卵、スタンダードはこう卵をね、あの1つ無料なので、あのつゆの中に入れて食べていただくんですけど、何回も来ていただいた時の楽しみ方としてはやっぱ卵かけご飯がすごい美味しいので、これすごいもう卵かけご飯でもめちゃめちゃ美味しい卵を使ってるので次来ていただいた時はこう卵と一緒にこうご飯もあの注文していただいたら、こう卵かけご飯で食べられるっていうのが、でちょっとラー油も入れたりして、すごいこうその中でも味も変えていけますね。ちょっとお肉とか乗せたらね、もっと美味しい。もうめちゃめちゃ美味しいです。もう一人でこういろんなアレンジができます、ね、最後はあのつゆの中にこうそば湯をこう注いで、はい、本当に最後までこう一滴まで残さず飲んでいただけるっていうのが、うん、あの通な楽しみ方かなと思うので、あのぜひ温かいそば湯で最後は締めてください。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。